20。敵のアジトに潜入せよ。はい、じゃあ早速続きやっていきます。もうファイル20ですね。第5章っていうことで、もうそろそろ終わりなんじゃないかなって感じですね。犯人グループの無線を盗聴して。お、盗聴はいけないことですよ。彼らのアジトを突き止めろ。やっちゃいけないでしょ、盗聴は。正しい周波数に合わせるんだ。何か聞こえてきたみたいだ。一瞬アムロっぽかったな。大丈夫だ。キュピンって感じが。聞かれてねえよ。ニュータイプっぽかったね。それにこの周波数なら俺たちも合わせやすいだろ。確かに端に行くほど数が絞り込めるからな。ヒントありがとうございます。ヒントありがとうございます。小さくなっていくんだね。オッケー、ありがとう。これまたあれか、数字当てゲームか。もしかしてやっぱり来た、このめんどくさいやつ。一番時間かかるで定評のある数字当てゲームじゃん。とりあえず適当にしよう。最初は0189。これで0189の数字は使ってないことが分かりました。それ以外の数字ですね、それを適当にまあ入れていくか。端に行けば行くほど数字が小さくなるんでしょ。だからこういう感じか。3456。2個、1個当たってて、であれだね、いわゆるワンヒットワンブローだね。今現状どっかが合ってるんだ。247。あ、違うか。57。端に行けば小さくなるんだもんね。おっと、3つになったね。3つになったよ。どれが正しいんだ。2457。これ確定だな。この数字のどれかだな。こっからはいろんな可能性が出てくるな。将来なりたい職業、何でもできるじゃん、現状。未来開けすぎだろう。道開けすぎだろう。こういうパターンもありだよね。あえて7から下がっていくパターンね。あえてね。4253でこれ2ヒットだったら、これやっぱり一番高い数字は左か。っていう可能性出てきたな、これ。やっぱり。ああ、じゃあ途中の考えで正しかったのか。6。そうね、52。これでも、あ正解かー、ちょっと遠回りしちゃったな。ちょっと手こずったな。2分58。まあ、あ、でもランク A だ。ランク A か。あれ、これまた続くパターン。これ BGM が続いてるっていうことは、やめてセカンドステージ。俺突入したくない。この数字当てゲームもう嫌なんだけど。これ絶対また数字当てゲームでしょ。金庫のダイヤル、やっぱりダイヤルロックを開いてくれ。このパターンやめてほしいんだって。はい、これまたきついですよ。開幕どうしていいかが分かんないんだよね。適当だよね、やっぱり最初は。しょうがないよね。お、2個当たった。いきなり。2ブローだね。ノーヒット、2ブロー。どっちかだね。あ、5じゃないパターンあるな、これ。8765。これで5入れたけど違ったってことは、5ないパターンあるんじゃない、これ。ここは適当でいいか。091。まあ適当だね。3。お、ワンヒットワンブロー。ちょっと適当にやりすぎた、申し訳ない。1は入ってない可能性が見えたってぐらいかな。今の申し訳ないことしたな。推理が進まない選択をしてしまいましたね。でも0、9どっちかあるな。いや、3ありえるな。なんか3っぽいな。もう可能性の話ばっかりやけどね。まだ現状はどうしても。1もあんのかな。たまたま1入るっていう可能性もあるからね。まあ薄いけど、可能性的には。まあ一個一個、ほんと潰していくしかないね、可能性を。ちょっと待てよ。
やっぱりだからね、9、やっぱ0、9あたり、3、あ、これもしかして0、9ない？ 0、9ないか、これ。どっちも違うね。あってもどっちかだね、これ。あってもどっちかだわ。やっぱ3、5。いや、5あるかな。ちょっと見えてきたな、なんかいろいろ。わかりません。わからなくなりました。はい。古畑です。難しいですね。わかりません。全然わかりません。お手上げです。ちょっと急に固執しすぎてるかな、俺。急固執してる感じするかな。はたから見ててどう思うかな、これ。おっと、来たね、これ。2915。あとは組み合わせの問題だね。やっぱりこれか。1925。違うってことは、5が頭。5の頭。5の頭あるか。1でダメなら5か。9、まあ1、2。これ当たるかな？これ当たんないか。当たんないってことは5じゃない。頭5じゃない。2か。2951か。これやってないね。わ！正解！お疲れ様です。終わりました。ありがとうございます。もう、ランク A じゃん。OK！ ランク A じゃん。結構遅いと思ったけど。また BGM 続いてるよ、これ。不穏な BGM。何サードステージって、サスケじゃん、やっぱり。やめて、もう。しかし、中には、また金庫あるじゃん。金庫ありますやん。ダイヤル式のロックがかけてあるが。金庫やめてください。さっきの無線から。あ、これヒントある？あの金庫の鍵は大丈夫だ。あの英語なら誰も開けれやしねえよ。英語？それに俺たちは覚えやすいだろ。その俺たち覚えやすい問題どうでもいいんだよ。橋に行くほど簡単になるっていうのは、これヒントはね、彼らの会話から考えると橋になるほど簡単。アルファベットは橋に行くほど後ろの文字になっていくみたいだな。後ろの文字になってるっていうことは、彼らの金庫にかけられたダイヤルロックを開いて、ということはなんだ、X とか Y とかそういうこと？ VWXYZ みたいな感じ？アルファベットなら量を、え？待ってちょっと待って、アルファベット量多いなと思ったら J か、最後 J か。 ABC、 あ、 ABCD で一つ。え、これ結構もう読めたんじゃない？待って、 EF、 あ、ない、全然ないじゃん。ってことは EFG 結構可能性あるよ、これ。 EFG から出てくる可能性あるよ、これ。ここは適当でいいか。 B にすっか。ここはもう運だよな。 EFG から2つ選べばいいんでしょ、多分。だから要は適当にで、はい、2つ合ってる、2つ合ってるな。 B 合ってんじゃないの、これ。 B と I が合ってるっぽくない？ F じゃないのか。 E か。そういう可能性。 EF、I。正解。簡単でした。これに関しては簡単でした。だって数字よりもだって量少ないもんね。 ABCDEFGHIJ。 あ、多いわ。こっちの方が多いわ。でも数字よりなんか簡単に思えちゃったな。ここからは
フォースステージに突入だ。来た、フォースステージ。初めて聞くその言葉。いくつかのトランクが入っていた。それぞれ違った種類のダイヤルロックがかけてあるみたいだ。またダイヤルロック系かよ。一つ目のトランクは4種類のトランプマークを合わせる形式の。トランプマーク？ダイヤルロックだ。でも4種類しかないんでしょ、うん、これめっちゃ簡単じゃないの、もしかして。声がしてるみたいだぜ。もしかしてこれが噂の簡単ってやつ。心配するな。万が一金庫が開けられたところで、あのトランクは絶対に開けねえよ。それに俺たちも覚えやすいな。ルーレットみたいになっていてさ。何ルーレットって。彼らの会話から考えると、はい、色の同じ2つは隣り合ってないみたいだな。あ、ルーレットってそういうこと。人生ゲーム的な。ダイヤルロックを開いてくれ。同じ色が重なってないってことは、じゃあ黒赤黒赤みたいな感じか。こんなの簡単じゃん。もうこれすぐ分かんじゃん。え？あ、横向きとかあるの？横向きとかあるんだ、そういうパターンも。あ、左向きもある。え？微妙に多くない？なんか数が。同じか、それとも10個だから。これあれか、赤黒赤黒の可能性あるな。黒赤黒赤でダメってことは多分そうだな。ダイヤ、あれでもダイヤってあれか、一つしかないのか。ダイヤってないな、横向きのダイヤとか。なぜかダイヤだけ一種類。これもらったな、これもらったろ。あとは可能性追うだけだわ。これでどうだ。三つ合ってます、三つ合ってます。いきなり多分こうだろう。クローバーでいらなかったパターンだなこれ。やっぱりね、やっぱりな。いやー結構時間かかったな。